くりこんな時間になってました。神様も明らかに入ってるってねえ、そうなの。わあ、こんばんは。あら嬉しい。話し家や安定しちゃって参加できませんでした。大丈夫でしたか。何名かいらっしゃった。寝起きさんすごい。寝起き、そっち夜？え？みんな夜でしょ。こんな聞きたいですね。やろう。それツアームーンライトシート当たってやんねんけど。ありがとう。待てる。まあ、最初見たじゃんすけ。メールの手遊ぼうすかと思ったら年齢だったのね。違う、2024年の24ってやってました。みそのユニバース吉岡くんありがとう。こんばんは。電気つけないんですか。うん、こんばんは。あっつい。こんばんは。今日はあのビューティフルムーンという私のソロライブソロツアーのSD48 ファンクラブ選考が開始しました。こんばんは。なぜ暗いんだ。ちょっと配信までちょっと寝ようって思って起きたらさっきでびっくりしてすぐ始めたから、本当の寝起きってさ分からんくない？何が起きとるか。6時とかに起きても朝の6時なんか夕方の6時なんか分からんみたいな。なんかそれちょっと前すぎたな言ったのが。朝4時ぐらいから、朝じゃないや、夕方4時ぐらいから寝とる人の話になっちゃうから。そう、昔からおじいさん福タワーありがとうございます。福タワー Thank you。 ちょっと明日またお礼させていただきます。来ちゃありがとう。うん、こちらこそ。熱っ、ありがとう。また配信します。明日もよろしくお話し会。やばいやばい。13位、ギルスさん。12位、キミさん。11位、デリビーさん。10位、キョンセイさん。9位、シロワニツカイさん。8位、安高さん。7位、アキマンさん。6位、一旦座ってもらっていいですかさん。5位、井上千尋さん。
4位ブルーさん、3位台湾のコウさん、2位ケイセキさん、そして1位はドルルンジャン中村大福さんでした。ありがとう。秋山22位ドルルンジャンのおきさんでした。 Thank you。 また明日。ありがとう。